家庭を持っていて子供2人いるんですけど、一応働いてはいるんですよ、パートで。で、その稼いだ額は全部生活費にだいたい消えてってしまうっていうことですね。そう、23歳、24歳、同居くらいにもいっぱいいるのよ。めちゃくちゃクレクレしてくんの、みんな。あれ、ラム、女性としてどう？なんかこう、そういう人はいっぱいいるから。ラスト単発いきましょうか。当てちゃってください。はい、どうも、ムジカです。これ架空請求じゃないですか。どうぞ、妨害してんな。シュールやな。髪引き起きる気しかしねえ。大人なめんじゃねえぞ。添い寝パターンも取れますね。これはもうバレるだろ、完全に。はい、どうも、ムジカです。本日はですね、新しいね、新パターンのね、挑戦者さんなんですけども、主婦の方の登場なんですけども、主婦の方って、もう自分でね、稼いだお金とかは生活費とかね、子供のね、教育とかね、全部ね、入れてしまうんで、なかなか自分でね、自由に使えるお金がないんで、支援の対象とさせていただいて、ちょっと募集をさせていただき、今回ね、挑戦させていただくことになりました。髪引きできるかってところを見ていただければと思います。ということで、面白いと思った方は高評価、チャンネル登録お願いします。ということで本編どうぞ。はい、今日は同家のメンバーの方でお送りさせていただきます。お願いいたします。お願いします。お願いします。同家のラムさん、ルンルンさんのマネージャーさん。マネです、一応。あとルンルンのイラストも描いてます。よろしくお願いします。そうなんだ。はい。うお、すげえ。アルバムもよかったら。お、すごっ。おっぱいにくっついてる。ルンルンいいな、これ。あ、すげえ、ヘッダーも書いてるんだ。はい、書いてます。どんべ。これは受け付けてるんですか、今。受け付けてますけど、今2月かな、2月以降ですかね。渋滞してるな、うん。皆さんが頼んでくれるので。そして道下のみざんかことゆちゃさん。食べます、ゆちゃです。お願いします。インフィニティみちゃさんのカップルさんでも有名ですね。そうです。はい。そしておっぱいのルンルンです。お願いします。お願いします。虎の皆さんのご入場です。入れる？もうちょっと後ろ下がんないと。大丈夫大丈夫、ほら。なんでこのマイクなんだよ、ゆちゃ。いや、いかついな。はい、じゃあ自己紹介お願いします。はじめまして。23歳でキッズじゃなくてすみません。趣味は子供と一緒に遊んだり出かけて、あと子供を着せ替え人形をすることです。ちょっと自分好みにすることが趣味ですね。今回課金したい理由はなぜでしょう？家庭を持っていて子供2人いるんですけど、一応働いてはいるんですよ、パートで。あの、金額が決まっているじゃないですか、法律で。なので月に稼げる額が決まっているので、保育園代とか支払いと、あと生活費でほとんど消えて、手元に残るのがもうわずか、まあ、数千円。行けばいい方ではありますね。行けない時はもう全くない状態なので、うん、それってそれであれでしょ、扶養内に収めてたいからってことだよね。はい、うん、あ、はい、そうです。扶養内に収めたいので、ね、世の中の夫婦というか家族は、はい、お父さんとお母さんが働いてお金稼げるんだけど、お父さんが稼いでお母さんも稼いで、お前らはもう夫婦とも稼ぎすぎだろ、もう嫁はこんぐらいにしときなさいみたいな上限が決まってて、それを超えて奥さんが稼いでしまうと、いや、もっと税金払えみたいな感じになっちゃうんで、だから決まった額までしか稼げなくて、でその稼いだ額は全部生活費にだいたい消えてってしまうってことですね。でも23歳ならもう我慢とかできるでしょ。そうですね、我慢して、いや欲しいな、いやだけどないから我慢かなっていうことばっかりですね。そう、23歳24歳同居くらいにもいっぱいいるのよ。めちゃくちゃクレクレしてくんの、みんな。そのツイッターで課金したい人連絡くださいみたいな、高野女子特にみたいな連絡したら、もう結構主婦の方から DM もらいましたね。じゃあ俺主婦担当にして。今だいぶ囲まれてるよ、女子に今これ。いや、こいつらはいい。あ、それちなみに何カップです？胸のサイズですか？はい、そう。Eカップですね。殴る殴るな殴るな、殴ったろ今、おい、殴ったろ今。胸のサイズ見ようと思ったら殴っちゃった。あれ、ラム、女性としてどう？なんかこう、そういう人はいっぱいいるから、キツくると思ってほろ酔い来たから。そうそうそう。統計でもそうだしさ、仲いい人間には俺ね、あげたりとかしてんのよ。全然ちょうだい。お前黙っとけよ、ちょっと。今まで課金は自分ではしてこなかったの？余裕ある時は少し
やるとか。旦那さんは声やってることは知ってるのかな。知ってますけど、一人でやってる分だったら何も言ってこないんですけど、うんうん、友達とかとやってたらなんかやきもち焼くのかわかんないんですけど、結構騒がしくしてくるので。ほろ酔いさんは何が欲しくて聞きたいの。今ちょうど DC コラボ来てるじゃないですか。マントと欲を言ったら車セダンが欲しいです。りゅうちゃんどうなの。まだ回してない。りゅうちゃんも欲しい。ちげってお前、相手に対して聞きたいって言ってメンバーでの撮影疲れるいくら欲しいんですか。1万円が欲しいと思っています。ちなみに戦闘は上手いんですか。自信ないです。そっか、じゃあ俺と400対マンだなこりゃ。おっとやっぱもう大人だからさ、キッズみたいには甘くできないかな。あ、ね、それは分かっております。まあでも見せてくれんだったらいくらでも。やめろ、答えなくていい答えなくていい自分でいいよ決めて。じゃあ何でなんか勝負する。俺今んとこマジ0円だからゆうちゃんは、うん、いくら出せる。ゆうちゃん1500円。ラム1500円。じゃあ3000円で、じゃあ7000円足りないということですね。はい、うんうん、じゃあそこをかけて怠慢ということで、うん、ルールはどうする。自分で決めていいっすよ。メストの方がまだ。オッケー、じゃあメストやろう、はい、ありがとうございます。誰と対マンする。選んで。クリスマスツリーの方、はい、ツリーの方やだ、絶対無理、もうやだ、もう帰る帰ったよじゃあそれでユタと対マンね、オッケー。まあルンルンやってきて。じゃあチャンスあげる、俺とユタに勝ったら2万でいいよ。おお。それかユーチャーとラムね、どっちかで。どうする？ラム行ってこいよ、俺見てるわ。じゃあ女性クリスマスコンビ行けば。じゃあクリスマスコンビで。先に15キルした方が勝ちです。行きますよ。ダメだよ、俺だよこれ。俺？うん。もうルンルン紛らわしいんだよ。それくらいじゃない。俺ステージしてるね。ほろ酔いさん。はい。大丈夫だ。ここにいる。いないな。さあ、おーっと最初、あ、最初取った。ウェーイ。ウェーイ。ナイス。ナイス。取ってないよ。ナイスじゃないよ。どっちの味方なの？そうそうでしょ。あ、あルンルンやってね。どっちがどっちか分かんなえ、ルンルンじゃない。ルンルンじゃない。ルンルンじゃない。よっしゃ。さあ1対1。え、ルン。姉さん。あれ、なんか降ってきてんな。撃ってない撃ってない。なんか撃ってるぞ。2対2ですね。ルンルン超怖いんだけど。ルンルンは見てるだけです。はい。マジ？ドローンみたいな、ドローンみたいな状態ですね。はい。銃声おかしくない？痛い、ゆっちゃん。おい。だめだめだめ。ルンルンで稼ぐな。ルンルンで稼ぐな。だってルン、わかんない。ルンルンか。ルンルンはわかるだろ、あんなわかりやすい。ルンルン、あんな変態的な格好わかりやすいでしょ。なんでルンルンもやってんだよ。いや、俺のこと殺したからポイント元に戻さないと。あ、なるほどね、調整ね、調整入ります。調整ないと殺されちゃったから。なんか撃ってたな今。いや、ルンルン、いや強えな。ラムやってくな。ナイス。2点差。あ、もう普通に戦って、普通に戦い、普通に戦い出した、普通に戦い出した。うわ、ラムナイス。あ、ごめん、よくやった、ナイス。まあ、そもそもね2対1ですから。さあいけるか。おお、どんならな、ならな、ならなよ。さあルンルン完全に地上に降りている。ルンルン何、まあ、ルンルンにやられたんだけど、だるい。まあ、ルンルン嫌いもん。うわ、きつい。いやー、しかった。ナイス。13。さあ、ナイスとか言っちゃってるよ、これ。やべえじゃん。全然誰の味方だよ。両方。さあ。うわーよ。あー、待って。やべ。お前、俺殺しちゃダメだって。間違った。ごめん。やべ。あ。ゆうちゃんが最後決めてきましたね。惜しかったですね。はい。だけど。ありがとうございました、わざわざ。いいの、いいの、ラム、お前年上だろ、ラム。え、何がいくら出してあげれるの。
え、1500円。あ、変わらず。ゆうちゃんも。ゆうちゃん1500円。変わらずなんだね。ルンルンにめっちゃキルされた。ルンルンがさ、いるのがいけなかったよ。機嫌悪っ。じゃあ1500円の3000円で1万円にも満たないから、はい、ね、うん、俺7000円出すわ。おめでとうございます。じゃあ1万円ゲットで。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。もらえると思えなかったので、いや申し訳ないです。なんか本当に。あ、そうだね。まあ一番はね、はい、胸のサイズ聞いちゃったからもう無理だよね。いやもうだいぶ序盤に決まってたじゃん。じゃあ奥様方とか課金できないね。主婦さんもやっぱいっぱいいるのは知ってるからさ、こうやってムジカさんが選んできた中の一人だし。まあでも全然面白かったよ。初めてじゃん。目上ではないけど、そのね、20忘れちゃったけど何歳かっていうのはね、初めて、はい、23、はい、まだ若いしね、うん、頑張ってって。そうですね。え、ゆうちゃさん何歳ですか？4です。4歳。いや、獲得おめでとうございます。あ、本当にありがとうございます。何金券になりましたか？5738金券です。ほうほうほう、じゃあまあまあできますね。じゃあ何引きましょうか？もちろん今来てる DC です。じゃあ行きましょうか早速。はい、1回目いきます。はい、お願いします。頼む。車、車カモン。お、来た。何機？2連目いきます。はい。お、ハットマンパラシュートきました。おー、おめでとうございます。いや、30連目いきましょう。このね、豚セダンしかないからね、今ね。キャンディー、またキャンディーが出ました。あ、おめでとうございます。素晴らしいじゃないですか。よし、はい、40連目。40、いきましょう。お願いします。なんか来てなんか来てください。キャットウーマン。おお、ピチボ来た。やったじゃん。服当たって嬉しいです。もう勝ったようなもんですよ、この試合で。次も単発のみとなります。はい、オッケーです。さあどうでしょう。ね、はい、かぶり物。はい、いや単発の方がね出ますから、マジで。2回目。はい、来い来い、車来い。ない。3回目。はい、来てー。来い。がーしゃべるいらない。ラスト単発いきましょうか。はい、当てちゃってください。お、バットマン来たー。おお、イエーイ。何？バットマンの何？マントです。おー、おめでとうございます。宝箱、宝箱みたいなやつですよね。今ゲットしてます。 OK。 これも引いちゃってもいいですか？いや、行きましょう。そこで出ますからね。いや、これ全部使用しますね。あ、一気に行きましょう。一気に行きましょう。一気に行きます。生きろ、ぶち当てろ。車ー、来てー。頼む。スーパーマン来た。マント、おお、おめでとうございます。来たね。やったー。え、めっちゃ嬉しい。やばー。セダンスキンもいいけど、マントとかってホーム画面でもね、ま、もうロビーでも使えるからね、完璧ですよ。めっちゃ嬉しい。え、これ今日自慢しよう。じゃあ最後に、ラムさん、ユッチャさん、はい、ルンルンさんにちょっとお礼を最後に。あと桃太郎さん、桃太郎さんの力もちょっと加わってるんでね。4人の方、本当にこんな素晴らしい機会を与えてくださってありがとうございました。うん、もう欲しいものが当たって、もうドキドキワクワクが止まらないです。本当にありがとうございました。はい、よくできました。お疲れ様でした。ということでね、セダンスキンは出なかったの、ジュースキン出なかったんですけどね、あの喜んでくれるね、あのマントが出たんでよかったです。マラやったらね、別にね、何歳以上とかね、何歳までとかね、別に制限取ってないんで、応募していただければと思います。最新情報 Twitter から、あと Discord グループ LINE もやってますので、ぜひぜひ登録お願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。